てくれましたか。もうね、早速、あの感想もね、七五五っていただいて。ありがとうございます。アーティさん、えっ、ー、と、なんだっけ、肉まん。と。えっ、ー、と。ひなあらでありがとう。後で読むね、ありがとうございます。はい、ということで、まあ、いろいろね、いろんなことをお話ししたので。ぜひチェックしていただけたらと思います。 家田裕之さん肉まんありがとうななたさん肉まんありがとうございますおう <laughs> 今鼻に肉まんが来たう <laughs> ん初見さんありがとうございます読み応えがあって早くルンテツが見たくなったおう嬉しいねキャトルさんえっ、ー、とはいひなあられありがとう最近かおるんばさんのファンになりました遊びに行きましたお嬉しいありがとうございます何きっかけなんだろうありがとうとにかく嬉しいや はいということで今日からね3月ということで4日もうちょっとだね4日からまた「ルンテツ」出ますちょっと短いんですけどまたね3月末に戻ってくるのではい「アーティーさんポーションありがとう」。 愛媛新聞の記事ゲットしてみたよありがとうございます多分愛媛新聞だよねそうなんか謎に新聞もねなんか伏せ字になっちゃうんだよね謎本当に謎なんですけど本当にありがとうございます嬉しいアーキーさん肉もありがとう私ももうねあの家あのうちもあの愛媛新聞撮ってるのでそううちにもね来ました 浜ちゃん生誕祭と公演の動画見てファンになりましたええー、嬉しいやったーありがとうあれだよねあの YouTube にねあがっ YouTube だったかなになんか上がってたよねダイジェストみたいな感じで YouTube じゃなかったかもんだけど達右も門さん肉もありがとうございます確かにそうなんか NG になっちゃうやつってなん,なんでだっていうのもちょっとちょいちょいありますよねそう なんか実際本、あのコメントした人はそのつもりはなくてもあの字、あの字だけで伏せ字になっちゃうみたいなのたまにあるらしくてね。これ、ももまんかオニール大佐さんの。ももまんかなももまんにしとこももまんありがとうございます。えっ、ー、と、あと肉まんもありがとう。私ももまん好きなんだよね。そう。 好きなんだよねって言っても、もう二三年ぐらい食べてないんですけどね。最後に食べたこと、最後に食べたのは、自分、お姉ちゃんと一緒に手作りした時だな。はやちゃんさん、えっ、ー、と、レインボースターありがとう。ももはん、ももまん美味しいですよ。そう、私は好き。アンキーさん、七文字ありがとう。ね、なんか。 ちょうどなんか、あれだ、コロナが流行り始めで、本当に自粛期間でもうい、外に出れないみたいな時に、結構なんか家でお菓子作ったりみたいなことして、で、その時にももまんを作りましたね。お姉ちゃんと一緒に。そう。ハートありがとうございます、おニール大佐さん。玉にさウェイお すごいびっくりしちゃったこういう感じなんだ玉国さん七餅はやちゃんさんえー、っとひな祭りのリフトありがとうございますびっくりしたね <laughs> ちょっとずれましたねちょ,っとちょっと今今度あの裸眼だからさどこがちょっとちょうど合うのかっていうのはちょっと分かんなかった <laughs>、ね、そう桃ももまん作れるんですよそうなんかあの ちょっとピンクの部分とか食紅使ったんだってな使ってやってそうあんこも作ってでも,も忘れたあんこだったっけカスタードにしたんだっけでも多分あんこを作ったんだと思いますおそらく桃の天ぷらさんえー、っと「肉もありがとう」 るんちゃんはね割と元気ですよくにさんえっと「ももマン」ありがとうございますこれで「ももマン」じゃなかったら面白いけどね <laughs> まあ私は「ももマン」で通しますこれは誰に何と言われようと「ももマン」は「ももマン」だ「ももマン」って言いづらいよねめっちゃマリオ続いてるし <laughs> えっとね 型なんだっけまんじゅうまんじゅうじゃないな形が桃ですねだから特になんか桃の味がするってことではない形が桃そうで中はね何あんだったっけ私が作った時は黄みあん黄みあんって言うんだっけ黄色いあんこだったんでしょ、確か確かねそう明日から松山行きます坊ちゃん劇場行きますおおありがとうございます 結構早いでに、ね、行くんだね。ユーナの見るのかな。それとも観光するんですかね。どっちにしろ楽しんで。<laughs> はやちゃんさん、えー、っとこれはね、アラモードパフェ、パフェでいいや、パフェプリンアラモードで行こうかな。ありがとうございます。中華街行くといつも色々買ってしまう。へえー、私も中華街行ったことない。いやあるんだけどない。なんて言うんだろう。 結構あの修学旅行とかで行ったことしかないからそのプライベートで中華街って行ったことなくてでも絶対買っちゃいそうお,かお菓子というか食べ物系ですかね雑貨も絶対あると思うしあピーチサンデーなんだじゃあピーチサンデーって言いましょうピーチサンデーいや修学旅行は違うよえっとね中学生の頃にあの関西行って いや神戸の中華街に行きましたで高校はイギリスだったからイギリスの中華街行ってお昼食べましたそういう感じ優也さん七餅ありがとうございますそうだから横浜中華街行ったことないんですよあんま横浜にプライベートで行かないんだよね基本的にそうなのなんかもうお仕事でしか横浜とかっていうか神奈川に行かないからお仕事でしかそうなのすごい <laughs> 前髪が全然揃わないしおりさんもももありがとうございますそうだからそのプライベートでほんと行ったことないから行きたいんだよなそう確かに最近この話してなかったもんね今日は前髪来たろっぽい確かに <laughs> あのあんまねなんかあの決めなんかやっぱお風呂もう入ったからシャワー浴びたからさ だいぶもう前髪も自然な感じだからさなんかこうなったらもう鬼太郎になっちゃうもんねあーお土産とかも確かに良さげだわそうねヘアオイルとか塗る派私ヘアオイルは塗らないオイルはあんま髪に合わなくってヘアミルクをつけますそうなんドライヤーする前にヘアミルク ヘアトトトリートメント洗い流さないやつをつけてるそうオイルが合わないんだよね結構オイルつけるとね結構毛先ギシギシになっちゃうのよすごいだからあの櫛が全然通らなくってめっちゃ引っかかるみたいなうーんあんまオイルと合わないタイプかなそうですねでもほんと横浜の中華街行くのはね憧れですほんとに。 絶対なんかっていうか中華っておいしいよね中華好きだもんそんなに食べないんだけど最近はでも中華本当に好きねなんか餃子とかシューマイが恋しくなります本当小籠包とかねうわ小籠包食べたいな揚げ餃子食べたい私揚げ餃子うわこれ合ってる玉国さんだよねひな祭りギフトありがとうございます 愛媛で中華美味しいところああるのかなありますえっとねあのジョープラっていうあのなんて言うんだろうなデパートじゃんデパートっていうのかなジョープラってなんて言うんだろうあれそういう建物があるんですよなんか難しいジョープラジョープラってあれなショッピングモールじゃないしデパートでもないんだよな。 なんかイオンみたいな感じすごい難しいんだけどの近くにある四円だったよねっていうところが中華料理店なんですけどそこがね美味しかったそううんの近くにあるとこジョープラン内にあるわけじゃないんですけど そう私そこは何回かは行ったことおおあこれおだいり様じゃんおだいり様とおひな様アーティーさんえー、っとおだいり様のギフトありがとうございます情勢プラザとかそんな感じがやばい情勢プラザが分からん <laughs> 情勢プラザが分からんかった お代理様ちょっとうまいな <laughs> ちょっとうまいのやめてや <laughs> <laughs> そうよえん、あそこが結構おいしいなおいしいなって思ってでもほんと最近行ってなくていや常連でもないんですけど全くもってそうほんと何回か。 23回とかなんですけど行ったことあってそこのね総菜坊主だったかなあのー、総菜坊主だったと思うんですけどそのあの,あの肉まんと同じ生地なんですけど中身が野菜なんですよあれ何野菜だったかな私もう食べたのめっちゃ前やけん忘れたんよねめっちゃ前は嘘か1回テイクアウトしたはずあーどうだったかな だったんですけどそれが美味しいすごくそうごめんねちょっとここ前髪がピヨンってはねてるんですけどキヨケのシューマイ弁当食べたことありますいや美味しいよねなんか一回チャーハンとシューマイのお弁当がチャーハン弁当かシューマイ弁当でめっちゃ迷ってシューマイ弁当にしたりとかあとはあれだなえー、っと そう中身ね何だあれ何の野菜だったかなちょっと中身忘れちゃったんですけどそれがめっちゃおいしかったのよであとなんか差し入れでそのシューマイだけが入ってるものを頂い,いて清軒のそれもめっちゃおいしかったそうでも私その時にねチャーハン弁当は食べなかったんだっけ忘れたんだけどそうでもあれ,あれなんだよね あのおいりにあのベニマドンナ送った時になんかお礼でいろいろ点心頂い,いてそれもめっちゃ美味しかったそうでもあとあれだよねその坊ちゃん劇場の近くにも中華中華料理店がありますのでそう名前がねあれちょっと毎回読めないんだけど <laughs> そう名前がちょっとなんだっけって毎回忘れるんだけどあのパス,タパスタココとかがあるクールスモールっていうところの中に中華料理店あってあそこに行ったことないんだけどねそう行ってみたいなと思ってる絶対おいしいと思うんですよそうなんかつけ麺食べたくなってきたてか麺類がねやっぱ普通に好きなんだろうね私はでもラーメンはそんな食べないんだよねうん割とパスタは、まあ、食べないんだけどうどんはよく食べるね うどんはやっぱ結構よよく食べますよ多分そのオールド香港やっけなんかあれなんだ英語で書くとオールド香港だった気がするそうあの先ほどコメントにもあったそうですねありがとうございますあれでもあの何て言うんだっけあの漢字で書いたら何て読むんだろうこれ毎回って思っちゃうんだよねそうアーティーさんえー、っと肉まんありがとうございます なんかオールドは普通に OLD 古,古いとかそういう感じの意味のオールド香港でホングコングって書いてオールド香港ねあそこね食べたことは私もないそう何回か行ってみたいなと思ったけどなかなか行,行く機会がなかったね達右門さん肉もありがとう 8RR 送り先が多すぎるいや本当にね全員に送ってたらちょっと もうあーってなるからまあ私の場合は結構愛媛に来てくれたメンバーにとかって今までは送ってたかなそうなんか今年愛媛に来てくれた子に送ってで今年愛媛に来てくれた子に送ってまだ送れてない子に送るみたいな感じでやってたかなゆうやさんハートありがとうはいちゃんさん小判ありがとう でもそう、あかりんからお米いただいて美味しかった。今食べてるの。そう。お米ってね、やっぱいいよね。はい。というわけで、今日はちょっと短かったんですけどね。ここら辺で終わりにしたいと思います。みんなね、また今日も食べ物の話いっぱいしたけど、ありがとうね。はい。ということで、じゃあランキング読みます。13位、ものさるさん。12位、キャパさん。11位、ろみつさん。10位、ママさん。9位、アルビンズランクさん。8位、夏目さん。7位、飯田裕之さん。 えーっと6位タツヤモンさん5位 TKHKG さん4位アーティーさん3位玉国さん2位オニール大佐さん1位がはやちゃんさんでした。というわけでね今日も見てくださってありがとうございました。また明日おやすみ